い、こちらはですね、日本を代表する、ロータリーチューナーである、RE 雨宮の雨宮さんです。どうも。はい、今回こちらの車、はい、簡単にですね、仕様の方を教えていただきたいんですけども、はい、エンジン、これは一応オートサロン出た車なんですけど、はい、エンジンはノーマルで一応フルスポット入ってます。まあエアコンとねオーディオはついてまして、とりあえず快適仕様の、まあ車検対応の 0625G キットですね。本付けタービンってことですか？そうですね。エンジン本体は全くノーマル？ノーマルです。ポートの加工とかは一切ない？エンジンノーマルですね。ちなみにこれで、ブーストと馬力は？これはね約400弱ですね。トルクは49が出てますね。これブーストどのくらいかかる？ブースト 1.1 じゃないですか。ちなみにこう乗っててこうパワーバンドみたいなのはどの辺からこう？まあ5000ぐらいですかね。使いやすい？まあそうですね、ノーマルよりちょっと使いにくいけどウェアパワーがあるってことですね。はい。ちなみに足回りなんかは？足回りはまあ一応クアンタム入って、あとはまあ全部フルーピル入ってますね。足回りのは、クアンタムは、俺自分のところの？そうですね、リアが18キロの16キロですね。サーキット用ですか？まあソリートからサーキットまでですかね。まあ乗ってください。ちなみにあとこちらエアロなんかは？まあこれは一応フルキット全部ついてますけど。エアロのポイントなんかは？まあ T1 の何 D1 車両と同じエアロですね。どの辺がこうポイントですか？まあ見た感じで軽くこう流れたラインですね。思い入れがあるとは？うん、やっぱスリーグライトですかね。スリーグライトキット、はい。これ いくらぐらいですか？これ HID がついてますからね、これ15、6万じゃないですか。結構やっぱ FD 乗りにはこう注目の。おかげさんで。あとポイント、このミラーなんかはどう？ミラー、DR にも今度はね、ドアミラーも作ってますけど、まあやっぱし、走るときに、やっぱし目を、ドアミラーってのはこう出さなきゃね、それをまっすぐの視線で見れますから。視線の移動が少ない？はい。ないですね、ほとんどね。結構じゃあドライバーにも好評？まあ好評かな。実際に運転してるちょっと山野さんに。そうですね、山野さん。こちらの車のこう乗った感じのフィーリングなんていうの？あ、これですか？めちゃめちゃ乗りやすいですよ。全然怖くない。全ての動き、特にサスペンションかな、なんていうのかな、超オンザレールというか狙った通り でリアがすごい安定してるのね。でパワー上げてくるとやっぱり怖いじゃない FR 車っていうのはね。だけどトラクションもものすごいいいから、アクセルオンしてもずんど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 ん前に行ってくれる、横には行かないみたいな感じ。結構じゃあ初心者でしょ？でも安心して？もうものすごい安心。だからエンジンはね、なんていうか、そんなにピークパワーを上げてない分全体的に乗りやすい。で今日は7500シフトで走ってるんだけども、まあ、6500シフトでも7000シフトでも7500シフトでもあんまり変わらないぐらいにそのバンドが広いんで、ものすごくね運転しやすいです。そうですね、0秒ですね、気温で。そうブーストもコンマ9しか上げてないんだけど、でもコンマ9じゃない、あ 0.9、 そうだね、だけど、まあ、0秒出るんでかなり安定した車ですよね。ちなみに、ミラーなんですか？ミラー、あ、見やすいですよ。見やすいんだ。見やすい、自分の 真横あたりも見えてくるんで、だからすごくね視界が広くて安全です。さすが、ノウハウが。あれ GT マシンは？いや GT マシンはどうですね、しない。いや空気抵抗がね、空気抵抗が GT マシンの場合はね影響あるんで、これ見やすさは抜群ですよね。わかりました。この先ロータリーはこうどんなって感じでこうやっていくんですか？やっぱりストリート、やっぱり乗りやすくて誰が乗ってもある程度タイムが出る、それがやっぱりストリートからサーキットって感じですね、うちは。ありました。これからもロータリーを引っ張っていっていただいて、はい、ありがとうございます。ありがとうございます、はい、それでは紹介してもらったマシンの走行を見てみよう。
このほか RE 雨宮では数台のチューニングカーも走行した。ステアリングを握るのはレーシングドライバーのイーリ選手。